海賊ラジオ、レッズ力舟。はい、大野聖太郎です。この時間は、聖太郎の海賊ラジオ、オンユーチューブ、レッズ力舟、特別出行です。週末、J リーグは30周年記念ッチということで、各地で試合が行われました。で、日曜日の午後、早い時間帯、新国立競技場で開催の、鹿島対名古屋。これ、NHK の総合テレビで私見ていましたがね、事故さんも駆けつけて、鹿島の、 フライドを見せつけた一戦でありました。で、これ見終わった後に、今度はウラーレッズがホームのサイスタでガンバ大阪を迎えての J リーグ30周年の記念マッチになったわけでありますが、その試合が始まる前に、レッズサボーターのウラーロバートから、トップチーム、レディースチーム、どちらも大事な試合になりました。レディースは勝ち点を重ねて突き放しました。トップチームはこの後勝利のみです。ウィアーレッズという、 これ3時過ぎにいただいたお便りです。まあ、ガンバ大阪との30年前というと、スイタのスタジアムまで乗り込んで開幕戦を迎えたことをよく覚えておりますよ。あの時の外国人はアルゼンチンのモラレスとフェレーラでしたね。で、ガンバ大阪の和田さんのミドシュート一発で撃沈して1対0で敗れて、 帰ってきたことを、を昨日のように覚えております。あれから30年、両チームの対決は一時、ナショナルダービーとまで歌われる熱戦を繰り広げました。まさに30周年記念マッチにふさわしい顔合わせと言ってもいいと思います。ただね、売られずは水曜日に ACL 激闘の後、 中3日で行われたリーグ戦、サスタでサカン・トスに2対0で敗れているんですよ。で、試合終わった後の選手のコメントを読んでいると、もう口々に悔しさを滲ませておりました。そして、マチエス・スクルジャ監督は、金曜日に会見を行いまして、受け身になってはいけない。心身の疲労を見て、選抜メンバーを決めたいと。 こう語っておりました。で、その町への決断は、ご覧のようなメンバーです。坂井博樹まだベンチ外です。ACN の激闘、私たちが思っている以上だったのがわかります。で、先発は、コウロキと臨戦の2トップなんで、ちょっとびっくりしました。で、関根と小泉をワイドに配置して、で、安井海斗と岩尾が中盤という、 4-4-2のスタイルですね。このフォーメーションでガンバと相対したわけです。それなりの街への計算もあったんだろうと思うんですが、試合の結果は3対1で勝ちました。まず試合結果だけお伝えします。3対1で勝ちました。実はね、突戦の後の再生なんですがね、ブイング一切起こらずに、逆に リーグのタイトル一緒に取ろうよっていう声が選手を励ましました。そして今回の再イスターは30周年の懐かしいエンブレムのビジュアルで選手を迎えました。これはもうサポーター、今選手と一緒に今シーズン歩いていくぞっていう強い一生児なんですよ。ですから選手はチームはそれに応えなくてはいけない絶対に負けられない試合に なりました。いや、勝たなくちゃいけない試合ですね。勝ってサポーターに、信頼の恩返しをしなくちゃいけません。私、この試合、ダゾンで観戦したんですが、最大のポイントは、先制点ではないかと思っていたんですよ。ともかくね、突然では、まあ、ミストがあって2点取られましたが、 ともかく、売られずの守備は今、硬いですよ。ショルツとマリウスの2センターバックを含めたところでね。でも、守備というのは、試合中で不足の事態が起こると、どうしてもそこから、ほころみが出るもんですから、自分たちで、試合を作っていくためには、どうしても先制ゴールが欲しかったんですがね。立ち上がりはあの、前線でプレスかけてね、先手を取って、 ガンバ縦に蹴り出す場面が多かったんで、それ拾って立ち上がりは売られずのフラン通りに進んでいるように見えたんですが、でも押し込みながらもシュートの場面までなかなか持ち込めないうちに、だんだん15分過ぎからガンバ大阪のバスが繋がり始めましてね、ああ、こういうもんだろうなと思って見ていました。そしたら23分にジェバリに決められて先制点を許してしまいました。ショルツを上回るジェバリのフェイントだったと。 専門家たちは、そういうふうに解説しているゴールでありました。あの、ショルツでも、失点をする場面があるということなんですよ。で、前半の終盤、コナーキック、フリーキック含めて、ものすごく攻め込んでいくんですがね、シュート場で持ち込めないんですよ。ガンバも人数かけて守りを固めますから。で、アディショナルタイムです。 コールキー・シンゾウさんがペナルティーエリア内に持ち込んで、マイナスのパスを送ったそのボールが、滑り込むようにして守りを叩えた相手のディフェンダーの足に当たって、それが、今度はそのディフェンダーの手に当たって、VAR になって、ピケ。これはね、幸運。 ラッキーとしか言いようがない。シュルツが決めて、同点です。これは大きかったです。もう、手探りの手探りの中での同点ゴールは相手からもらいました。で、町へも、さすがにこの、 4-4には機能していないと思ったんでしょう。後半をメンバーすぐに変えて入りました。まったくうまくいってなかった2トップやめて、臨戦から伊藤敦木、ワイドにいた小泉から大久保、大久保右、関根は左へ。これで、コウロキのワントップに、ただひたすら守備に走り回っていた 安いカイトがトップ下に上がってきて、これでどうにか元の形になるだろう。岩ごと伊藤厚樹のボランチですからね。いつもの売られずのシステムになったんですね。元に戻しました。まあこのあたりの話は後ほど試合が終わった後の監督町への言葉で説明してもらいますがね。動きは途端に良くなりましたよ。スムーズになってね。 安井海答が積極的に前に出てゴール狙うし、関根はね、前半は右で、もう講師のバランスを取ることに宿泊していったんですが、やっと本来のゴールに向かう関根に戻りました。で、54分にコーナーキックのこぼれ球、関根からショルス。ショルスがペナルティエリア内の大久保に縦に出して、そして大久保が待望のリーグ戦。 初ゴール。あげました。今シーズン初ゴールです。これで2対1の逆転です。で、59分。頑張るゴールキーパーの東口が、繋いでビルアをアップしようとしたところ、心臓さんがハイプレス仕掛けて、慌てたディフェンダーがパスを送ろうとしたボールを、伊藤明日が奪ってシュートして、張り返ってきたボールを今度は、安井イトが正面から蹴り込んで、3点目です。ゴールを、 ゴールをと思っていた安井イトの面目役所。まあ、私は監督じゃないからね、あとこだ言いたくないんですが、安井イトはボランチで使うよりも早めで使った方が面白いなと私なんか思うんですが、まあ、どのポジションもできる方がいいんでしょうけれども、いろんな選択肢の中での安井イトのトップ下のポジションから生まれたゴール。しかしあの時のね、ガンバの ビルドアップの失敗見ていてね、去年何度か売られずにもあったよなって、妙な懐かしさすら覚えてしまうようなガンバの守備体系でありました。で、ちょっと心配だったのは72分、至近距離で打たれたシュートを西川修作選手が顔面近くで受けてね、多分顎で受けたんじゃないかと思うんですけれども、倒れ込んで、えー、しばらく試合が中断しました。 まあ、あの、大きな怪我ではなくてよかったと思います。で、この間に準備を終えた選手交代があって、関根からシャルク、コオロヒからホセガンて投入。で、78分でしたけれども、ロングパスに反応したオギが長い距離走ってね、ディフェンダーとゴールキーパーの間に出したあのパスです。まあ、大久保とのタイミングはちょっと合わなかったんですけれども、手数かけずにゴールに迫るという、 こういう形が完成すると、得点の幅が大きく私は広がるんじゃないかなと思います。とてもいい場面だったと思います。まあ、ざっとご紹介しましたが、結果は3対1の逆転勝ちだったんですが、リーグタイトルを取るためには、やっぱり先制点ですよ。いつもあのような幸運が待ってるわけじゃありませんから。ただ考えてみると、 4月のおしまいからここまで、コロキさん絡みは幸運の連続だね。リアドの幸運。ACL、セカンドレング、サイスタの幸運。全部心臓さん絡みですよ。今回の PK も心臓さん絡みの幸運ですよ。なんかあるのかね、えー、今ね、コロキ心臓に。さあ、サポーターはどう見たのか まずお一人の完成期をご紹介します。東松山のガンマンです。ガンマ大阪に逆転勝利。この一勝は本当に大きい。嬉しい。10日の突戦が終わった後に何とも言えない不安を覚えておりました。過去2度の ACL 優勝後のリーグ戦は本当に勝てませんでしたから。ACL を取ったチームに勝つ。 という対戦相手の高いモチベーションに押し負けていた感がありましたから。だからこそ、頑張り勝利したことは、大きな意味を持つ一生なのだと、私は捉えております。それにしても、これから挙げる二人の存在は、本当に大きいのではないでしょうか。一人は、心臓様でやります。彼が前線にいるだけで、何とも言えない落ち着きが生まれます。スコルジュ監督が、将軍と表現したのは、 このあたりの能力というか存在感に由来するのではありましょう。そしてもう一人は、そのスコルジャー監督であります。選手企業が実に巧妙と言いますか、ドンピシャと言えばいいんでしょうか。素晴らしいです。ガンマ戦のスタメンは突然の反省でターンオーバーをするのかと思いました。休んでもらった新臓さんと臨戦の組み合わせでありましたよね。前半の戦況から ハーフタイムで2枚替えで、この交代がハマりました。逆転団決めたのは、交代で入った大久保ですし、伊藤厚樹も聞いていました。レッズレディースも神戸に競り勝ち、アベック勝利。お互いにリーグ制覇に向けて、邁進あるのみです。東松山、ガンマンのお便りです。さあ、それでは、レッズブレスの 協力で、選手たちは一体、試合後、どんな話をしたのか、行きましょう。まずは、友のコメントを聞きたいでしょうね。大久保智明選手です。こう切り出しました。一つ、見返せた、というか、 期待に応えられたと思います。前半、背後へのアクションが少なかったですが、スペースはあるな、と感じていました。僕や伊藤選手というのは、背後への動きが特徴なので、その特徴を出していくこととともに、前半、いい形で追いつけたので、勢いを持っていけば、勝てる、と思いました。 後半は単純に背後へのアクションが増えました。前半は進める場面で進めずに重たく見えました。背後へのランニングする選手も少なく、後半は背後をつけたのが良かったと思います。そして今シーズンの初ゴールについて聞かれると、昨日分析担当の方と練習後話をして、 ゴール前の20メートルは人間に戻っちゃう。と言われました。今、売られずの中で人間という言葉は流行り言葉になっているんでありましょうか。そうですよねと。ゴール前のパス成功率も下がってしまうと言われました。その話の中で、もっと遊びますかって言ったら、もう少しゴール前で楽しんだらとも言われました。 逆に慎重にならず余裕を持って遊び心を持つのが、決めるか、決められないかの差かもしれません。もちろん、ゴールを決めたい気持ちはありますが、それだけだと読まれてしまい、遠くなる。いかに遊ぶかではないかと感じました。一皮向けたかわかんない。ともは、ともさんは、 人かは向けたかわかんない。今までずっとがむしゃらにやっていたんですよ。で、彼の天性のドリブルは、これ、周辺がみんな認めている才能なんですね。でも、がむしゃらさだけでは、プロの世界の次のステージに行く上では、何かが壁になっていたのかわかりませんね。 いや、これ、人が向けたな。がむしゃらに行くところと、ちょっと遊んじゃうところ。これがメリハイになってくると、素晴らしいリズムになるんじゃないですかね。楽しみですね。コールキ新造選手です。勝てたことで ACL から一区切りつけたと思いますが、って記者が投げかけると、合宿からここまでおよそ5ヶ月間。 普通は J リーグ開幕に向けたキャンプインとなりますが、どこかで ACN の決勝に向けた5ヶ月間でした。それが優勝して終えたことで、これまでの思いが抜けた感じで、すごく疲労感が一人一人あったと思います。これはもう心も体もってことでしょ、新蔵さん。前節の突戦は僕自身難しい試合になると思っていました。突戦の負けで選手個々が考え直す時間がありました。 今日に向けて、一つ切り替えないと、ずるずる連敗するぞと、話し合っていました。そんなロッカールームなんですね。これもまた、新尊さんの、将軍と呼ばれるゆえんではないですかね。だからこそ、今日は勝したかったんです。立ち上がりに失点して、 嫌な雰囲気になりましたが、まだ、後半ある人思って、前半で追いつけたことが大きかったですね。絶対に逆転できるから、もう一度、ハードワークしようと、ハーフタイムで話しました。後半、その通りにやってくれました。価値ある、勝ち点、3でした。将軍、心臓の言葉です。さあ、顎あたりに、ものすごい至近距離で、 すっごい弾道のシュートを受けて、一瞬意識を失ったのかと思わせるような倒れ方をした西川修作選手。修作さんの言葉、欲を言えば点を持てるチャンスはありました。満足せずに次の福岡戦に向けて気持ちを切り替えたいと思います。後半に良くなった理由は、攻め急ぎすぎなかった点だと思います。前半、ボールは持てていたんですけど、 同じサイドで完結してしまって、クロスが合わずにやられてしまったことが多かったと思います。ボールを持ちながら、左右に振りながら、相手のサイドバックの裏のスペースを使おうという意図がありました。何度か修正することができましたし、この修正力が今の強みだと思います。まあ、良かったですよ。お我なく。私はそのところが、あの瞬間ちょっと青ざめるぐらいに心配しましたもん。 あの距離の、あの振り抜いたシュートを左顔面で受けたわけですからね。さあ、マチエ・スコルチャー監督、今回の試合を振り返って、こう語りました。今日の試合では最初に失点しましたが、そこで諦めず、しっかり前を向いてプレーすることによって、3点を決めることができました。その部分は嬉しいです。前半からゲームを、 コントロールしようとしましたが、プレイスピードが上がらず、あまり決定機を作ることはできませんでした。相手のディフェンスラインの背後に抜ける動き、スペースを使う動きが少なかったから、そうなったんだと思います。また、予想外のカウンターからのゴールで指定してしまいました。その後、少しナーバスになってしまったと思います。しかし、後半は非常に良かったと思います。アグレッシブに、決意を持ってプレーすることによって、 多くのボールを奪うことができたと思います。3点目を取った後は、ボールを長くキープすることによって、ゲームをコントロールしようとしました。チームにとって難しい時期の中で、メンバーを入れ替えながら戦っていますが、サガン突戦の敗戦の後、今日、勝利を収めることができて、良かったと思っております。マチネスコルジャ監督にとっても、単なる一戦ではなかったと思いますよ。 で、記者から、これは聞きたいですよ。コールキ選手とリンセン選手、一緒に起用し、どうでしたかどう答えましたかねマチェは。こう言っております。この形でプレーすると、やりにくい部分はあるであろうと、試合前から予想していました。 今日の対戦相手は J リーグでポゼッション率が最も高いチームです。そして我々は十分な時間を持ってこの形で練習できたわけではありません。そうなのに、なぜコールとリンセンを組み合わせたんでありましょうか聞きたいですよね。はい、特に このシステムにブライアン・リンセンが順応するのは少し大変だと思っていました。彼を交代したのは彼のパフォーマンスが悪かったというよりもこの形がうまくいかなかったから交代させました。もう少し練習重ねてから今後またこの形試していきたいと思っております。 なかなか我々の持っている疑問に街へは語っておりませんよね。記者も同じ気持ちですよね。だからこう聞くんですよ。後半は普段の形になりましたね。試合がたくさんある中で、バリエーションつけながら戦うのは大変だと思いますが、どういうプランを持ってるんですか,だか違った形で、 マチエに質問を投げかけております。すると、マチエはこう言いました。過去の会見で、ACN の決勝が終わった後には、いろいろな形を試していきたいと言っていましたが、そのうちの一つが今日の形でした。言ってました。確かに。マチエはそう言ってた。 そういうことなのか。もちろん、他にもアイデアはありますんで、それもチェックしたいと思います。まだ違った形やるんだ。しかし、結果を第一に考えながら、それを行っていかなければなりません。この監督は半端な監督じゃないわ。 しっかりと、結果を出しながら、もっと先の裏レーズってのを見てるわけだ。またやるんだ。コオロキと臨戦の組み合わせも。それもまだ、待合の今後の中の一つの選択肢なんだ。で、その試合で、コオロキが悪いとか臨戦が悪いじゃなくて、 うまくいかなかったらすぐに形を変えるわけだ。まだ他にもアイディアがあるって言ってました。どんなこと考えてるんだ、町へは。これは、とても楽しみですよ。今シーズン。私なんかはもうガンバ大阪に負けると、サポーターがネガティブになるから困っちゃうんだよなーっていう思いで、 試合に入っていくわけでしょうだから先制点が一番大事なんだなって勝手に思ってたわけですよ。でもマチエス・コルジャ監督はそうじゃないんですよ。全く次元が違う。これはすっごい監督だ。質問の三つ目。坂井博樹選手の不在は長引きそうですか聞きたいですよね。それと、 マチェは、ヒロキに関しては、次の試合で戻ってきてくれればと思っています。7日間でほぼ同じメンバーでプレーしていることを考えれば、よくやってくれていると思います。その中でも、センターバックのマリウスとシュルスの2人に関しては、我々のプレーシステムの中でも、キープレイヤーとなっていますんで、その2人を起用できる時には、使いたいと思っております。だいぶ良くなっているってことですね。 佐ば裕樹選手はね、まず、それがわかるような街への答え方です。さあ、それでは、サポーターはどういうふうにガンバ大阪戦を見たのか。レッジからです。最三、参戦しました。南で見ているけれど、北のビジュラル人数が足りないので、南のサポーターに協力要請がありました。なので、北のビジュラルに参戦し、 南のゴール裏に戻りました。試合は前半にガンマが先制しました。でも最終的には3対1の回収になりました。次はルバンの川崎フロンターレ戦です。ルバンは残り勝たないとダメなんで頑張りましょうね。賛成しますよ。レディスはアウェーでアイナック神戸に勝って優勝見えてきました。でも油断大敵で残り試合を勝ちましょう。レジーダブルのサポート、お疲れさんありがとう。 バブ1号です。先制されかなり苦しい展開になると思いましたが、結果だけ見れば逆転勝利できたのは本当に良かった。前半終了間際の PK から後半にかけて良い流れになって、大久保選手と安井選手の立て続けのゴールで優位性を最後まで保てました。スクルージュ監督は選手交代の決断が早いと思います。ただ、自ら相手に決定機が複数あったことは反省したいところ、また良い流れに乗れそうなので、 これからも一つずつ勝利を積み重ねていきましょう。レバンが笑う。かつてのナショナルダービーのガンバ大阪戦、終わってみれば3対1の完勝です。同点となる PK のハンドには確かに賛否論はあると思いますが、ガンバ大阪にしてみればちょっと厳しいジャッジだったような気もいたします。しかし逆転団の大久保選手とダメ押しの安井選手のゴールはケチのつけようないゴールでした。 特に安井選手のシュート力はかなり高いし、守備も献身的にやっていますんで、スタメンに定着するのも近いのではないでしょうか。あの、ボールをさばくゲームを作るっていうだけではない。今の世界のサッカーの潮流の中のトップ下に安井回答はなるんじゃないですかね。もうゲームメイク。 っていうことではなくて、安い海斗自身がゴールを狙う。それによって前線が躍動する。そんな新たなトップ下が今、売られずに生まれつつあるんではないかな。そう思いますね。安い海斗を追いかけるのも楽しみですよね。我々はね。さあ次は、アビスパー福岡戦。先制点取って、クリーンシートの勝利を期待しています。裏、頑張れおぼろそぼろ。 決して状態の良くないガンバに対して先制され嫌な空気になりましたが逆転勝利。絶対に避けたかった連敗をせず、勝てたことを評価したい。おっしゃる通り、次も期待しております。そして PK のシーン、確かに賛否あると思います。スライディングすると手は上がってしまう。ただ、c n の決勝でのマリウスの守備、シュートブロックするときに腕を後ろにしてハンドを取られないようにしていました。正直それが意図的なものであるかはわかりませんけれども、 ま、意図的なものなんだろうな。あとは、習慣の中でマリウスが身につけた、一戦級のプレイヤーが行う守備意識なんではないですかね。これらのプレイ見ていて、ペナルティーエリア内で体を投げ出しての守備には、リスクがあるということ、それだけはよくわかりました。アッパー12。3対1の勝利でしたが、前半は人もボールも動きが鈍く、フラストレーションが溜まる展開でした。 あの PK 判定がなければ、突然と同じような展開になっていた可能性もありましたよね。後半に入って、伊藤と奥部を投入すると、流れが一気に良くなって見事な逆転劇です。連敗だけは絶対に避けたかったんで、本当に勝ててよかった。ただ、小泉の状態気になります。自信失い、迷ってプレイしているように見えます。もっと小泉には、笑顔でプレイしてもらいたい。次の福岡戦。 ようやく日程に余裕が出てくるんで、選手の皆さんには、ゆっくりと心と体を休め、試合に臨んでもらいましょう。難しいアウェーゲームですが、勝利を期待しておりますというアッパー10人です。まあ、チェース・スコルジャー監督が小泉の状態を今どういうふうに見ているのか、それはもう、監督の先見事項ですから、我々がああだこうだと言ってはいけないと思いますんで、小泉の状態については、 町江監督に任せる。これしかないと思います。勇気大川、成長我が大阪に3点得点で勝ちました。次はアビスパ福岡戦、勝ちましょうえー、こちらはジョンです。まず、30周年、記念試合祝う、素晴らしいビジュアル、新旧のエンブレムがかっこよかったです。試合は勝って本当に良かった。 前半のうちに追いついたのは大きかった。さすが PK 職人のシュルツ選手。後半は再編を渡って、シュルツ選手の浮き球の絶妙パスから、大久保選手の今シーズン初ゴールと、安井選手のナイスゴール、最後はカンテ選手の強烈なゴールは、オフサイドとなり、惜しかった。次に期待です。昨日もピンチの場面では、修作さんに本当に助けられました。さすがの安定感です。突戦を受けて。 ガンバ大阪戦と次の福岡戦は、ぜか非でも連勝しないと優勝争いに生き残れないと思っていました。ACL 戦の後の難しい中でしたが、これで落ち着いて時節を迎えられますね。そうなんですよ。で、2日、政治にお休み与えるということなんで。月か休んで、水曜から練習再開。 この2日ぐらいは遠心の後に休ませたかったですよ。ただ日程的に休ませられませんでしたから。きつかったと思う選手は。赤いサントグロース。私、左足の親指骨折、自宅でテレビ観戦になりました。まさか先制される展開でしたが、シュルス選手の PK で追いつけたのは大きかったです。終わってみれば3対1の逆転勝利。勝ち点を3、しっかり勝ち取った形ですが、 まだ少し ACL 決勝の激闘の影響があったのかなというような試合の入り方。かなり三カ選手のファインセーブに助けられました。調子が上がらないガンバ大阪が相手だから今回勝てたような感じがするのは私だけでしょうか。テレビからだとちょっと心配になりましたが、現地で参戦されたクルーメンバーの感想を楽しみです。今まで登場したクルーサポーターのお便りいかがですか赤井サンタクロース。 マケレレケータ。いつも短め。伊藤か安井。ボランチの起用に、スコルジャー監督は頭が痛いですね。平野祐一もいるんですよ。試合内容は去年の悪い記憶がよぎりましたが、勝ってよかった。ACL とリーグ、w 優賞を目指して、突っ走りましょう。M&L。L 厳しい状況のガンバ大阪とはいえ、レズ戦は気合いを入れてくると思っていたら、先制され、前半のうちに追いついてほっとしました。前半後半、戦い方が変わり、追加点取っての逆転勝利。これで連戦もひとまず終了。休んで、福岡戦からの7連戦に挑みましょう。そうか。7連戦だ。緑の水曜に試合が、 立て続けた。まず、20日土曜のアウェイの福岡戦。で、帰ってきて、水曜、ホームでフロンターレ。で、土曜、アウェイで京都。で、水曜、ホームで ACL 開催で未消化だった 広島戦。で、6月4日、ホームで、鹿島戦。鹿島、上り調子ですよ、今。で、7日、水曜に天皇杯2回戦。6月11日、日曜、アウェーで横浜へし。だから、ルバンとか、未消化分とか、リーグ戦とか、天皇杯とかが、こう、絡み合って、売られずの、 日程がきつくなってきております。ニーザの赤い彗星です。先制点許しあわやのシーンもありましたが、瞬、ま、たたく間に同点。逆転追加点と素晴らしい展開。前節の負け引きずらずに、見事に切り替えられた試合でした。どれううまで試合ありませんが、しっかり休んで、また次の試合に挑んでください。 これから先も勝ち続けてこそ、それが大切です。という、ニーのナー彗星です。あの、水曜公開練習、ここからトレーニングが再開されるんで、私も大原サッカー場に顔を出して、大原の外で短い大原レポートもお送りしようと思っておりますが、まあともかく5月20日、 土曜午後1時からアウェイの福岡戦を皮切りに、ものすごい日程で6月中旬まで突っ走ります。サポーターの応援がチームを支えます。もうそれは ACL で証明されたし、突戦の後のガンバ大阪戦でも証明されました。今サポーターとチームの信頼関係は過去にないほど 強固なものになっていると、私、手応え感じております。じゃあ、この試合。今回も、ラモスさんに振り返ってもらおうかな。ラモスさん、一言、お願いします。こういう時はサポートの力が大きいですね。それでは、また。 チャンネル登録よろしくね